DA アレコスです。あっちんとつおじさんを大量に集めてもてあそんでみた。よいしょ。ということで今回はチントスおじさんを、ね、大量に一箇所に集めて僕らが遠隔操作をしてもてあそんでいる企画です。もうむずいよこれね。むずいよな。今回は大量に集めてその後に、僕らがみんなに一斉に連絡して同時に動かします。あーラジコンみたいな。ラジコンみたいな感じ、ね、でこれ最終的には日体大の集団行動みたいな話マジでこういうやつこういうやつすごい動かしてくれてる。最終的には理想がそこだもんね。鎮突っていうのはあのアミチがね連絡して集めてくれてるんだけど10人来るってなったら3、4人しか来ないわけですよ。これはアミチって分かってでもそれしか来てくれないってなると結構難しい。チンコを送った相手からしたらさ、まあ、チンコを送っても二度と会わないからチンコぐらい送ってもいいだろうと送ってる相手が その本人と会えるってなると意外と警戒心を持つやつがいる。逆に来るやつの頭が本当におかしいんだよ。そうおかしいおかしい。なんで会えると思ってんの。チンチン送って認められたマジだったもん、ね、俺のチンコがでかい認められた。今日もねあの実はね最後にアミチがね出てくれるんですけど、はい、その、まあ、最後ねその僕らが遠隔操作をしてさまざまな試練を乗り越えた最後の一人アミチに会えます。本当に会える。本当に会えます。夢だね。そこまでさもういろいろ操作してもうそれでもういようっていう心意気。僕らは YouTube 頑張ってる人としてチンドツ頑張ってる人に会わせてあげたい。本人に会えて最後は2人一感じだった。そうハッピーエンドだった。やっぱりチンドツっていうのはあの女の子に対して体力できてない行動だと全くもう最悪だから。だから本当にやめてください。アミチとかね他のインフルエンサーにチンドツするのもうやめてください。友達だからねこの辺は嫌がってるからやめてあげてほしい。送るんだったら僕にしてください。お前には送らない。お前は見てあげる。いや俺は見てあげるし点数もつけてあげるしなんなら通報もしてあげますね。ただ女性のね配慮ができてないってことで言うとやっぱこの2人とかはやっぱ女の子に配慮しよう配慮しようって思いから月経管理アプリとか入れてくれるよ。優しいから。そうだからイライラしてる時とかは送らない。高校の時俺クラスメート全員の話だから。何月経の周期それルナルナ入れてんだけどそれでも全員管理してたから。あじゃあ明日は山口さんね。あ明日は高橋さんね。ナプキンをナプキンを渡す係までやった。気持ち悪い。全部把握してるからだからこんぐらいまあ本当はできたら理想ね。ベビーファーストなんだ。お母さんに教えられたからただのセクハラだけど。こういう風に言うとなんか僕たちが全員フレーサーに人物を減らしたいとか誰か助けたいみたいに見られるんですけど全くそんなことないです。僕らあの数字しか見てない大偽善 YouTuber です。勘弁してください。やめてください。毎度言うんですけど本当にね助けたいと思いないんです。やめてください。ご自身であってしててもいいですし数字が取れれば何でもいいんでね。ってことはですよってことはあの絶対にチャンネル登録よろしくお願いします。そいつながるここだけが大事。そうこれが一番大事なんで目的はそこなんで皆さんチャンネル登録だけにしてほしい。100万人目指してるそこまでね頑張っていきます。それで、ね、早速チントスをね全員集めていくんでね行きましょう。うわっざー花園神社に到着しました。はい。ということで今回はね、集合場所をアミチが顔バレしたくないっていう体で、神社に来てるんですけど、うん、まだね、チンドズのおじさんたちが全員来る前にね、時間があるんで、ね、はいはい、今日の出場場、来るチンドズおじさんを、紹介しようと。変態おじさんの時の、家出少女のダービーか、の企画でね、やったんですけど、今回も約ね、15名から20名ぐらいのね、チンドズおじさんを呼んでるのでね、出場場を紹介していこうと。はい。今回俺たちがその何人か来る中で、うん、バトルロワイヤルみたいな感じで一人になるやつを決めるってことで一番最後に来るやつにあのアミチ会えるやつを予想する。総勢14人、はい、今回来てくれるってことなんですよ。14本のうちさ何人が本当に来てくれるの。14分の、まあ、全員来るとは限らないですけど、うん、まあ、一応その来るやつも含めて全部予想して、していくっていう。じゃ一応発表していきますね。一回ちょっと全部言うわ。はい。みやび、あ、ない。琥珀くん、開発済みです。おお。今千代、小田和正、かける、見せ合い、アット相互フォロー、ジャジー、ピンコ立ちのアズマ、焼き芋、達也、童貞だお、CR.chemical、玉浦筋太郎。いや、気になるなぁ。すごい気になるの連れてきたな。そうそうたるメンツが揃ってる。いや、一人優勢だおいと。あ、童貞だお。童貞だお。じゃあどうです止めてなんか気になる。いやみやびみやび全然ないと取られないね。ただ普通の名前か。そうね琥珀くん純粋な中学生っぽくて枠層感はある。だから自分でくんつけちゃうところよ。じゃあ開発済みです。いや結構、うん、来てるし開発済みですってやばい。来てるしお前じゃないよね。俺じゃないよ。なんで俺が開発されたみたいな。結構俺的に来てるのが小田和正。いや本当にここで会えんだって思ってる。あマジで。うん
ここに来るんだって。あ、いや来ない来ない別に。確かなこととかさ、俺めっちゃ好きだから。いや名曲揃いだよね。奇跡の歌声って言われてるでしょ。いやいや、だから小田和正来たらアミチも行くんじゃない別に。アミチが本当に行くんじゃない。エロとかけ離れた人なんだ。離れてるね。なんでこの名前にしちゃったんだろう。ハゲてるってとこしかエロくない。ハゲてるってエロくない。ハゲてるってエロいじゃん。あとかける。見せ合い相互フォロー、うん、それめっちゃキモいね。それつきそうだけどな。分かんない普通の、うん、ピンコ立ちの、あ俺そいつ、えそいつピンコ立ちの東、気になる、うん、ピンコ立ちの東って何、ピンコ立ちの東行く、競争いる、いないやったら、いやまあボケしてるよろずけもダメ。いやこれお前やん、やっぱ重要ない、多分昨日あたりのお前やん、うん、昨日の深夜、深夜のお前じゃない、昨日深夜なぜかしたけどボケが止まんなかった。動機が止まんなかったみたいに。うわピンコ立ちの東どうする、俺ピンアズ結構ピンアズ、そうね、ピンアズ来てるよ、なんかそのふざけたやつって乗りはいいんだけど来ないんだよね。ふざけたゆえんね、もう来ないっていう選択あるのか。いや俺はかけるけどね。じゃあ元田一家ピンコ立ちの東まで決定です。ピンアズ、俺がピンク立ちの東になったみたいや。あと焼き芋、あと達也で童貞だを、で、あと玉浦筋太郎が最後、玉浦筋太郎か、最後滑り込んできてるんだよ。玉浦筋太郎はお前じゃないよ。あ、違う俺じゃないよね。俺は経血ゾロ。え俺経血、はい、お前の鎮圧赤経血ゾロ、経血ゾロ気持ち悪い。俺面担保赤いち、面担保赤いち、麻雀好きじゃない、それ普通っぽい名前の方が意外といいんだよ。確かに来るで言うと一番普通の名前じゃん。もう急になんかリアルになった。小田山達也、達也行くんだ。いや俺全然そこ見てなかった。まあ達也かな。達也よろず達也決定。よろず達也、ね、いやこれ達也って言って達也のお兄ちゃんが楽しまれる。これはやば、一番やばいし、え結構もう俺結構かけてるのあります。え俺開発済みです。あー正直、まあ確かに、いやでもふざけすぎてない。いやそうね、結構年上やってると思う。絶対狙ってやってるレッスンもある。あの開発済みですはエロアカじゃないです。あ普通の、普通のアカウントなんだよ。え名前じゃない。いやバグってる。いやバグってるよそれは。バグってるわ、来る可能性はあんの。じゃあお前開発済みね。開発済みですよ。ソータは開発済みです。はい、そうですよ。ソータ開発済み、いいえ、いいえ、いいえ、違うね。お前そうなんだ、開発済みです。うわ、こちらですですね。そうか、ですです、俺は開発されてないですけど、まあ開発済みですね。ちょっと今回かけてみようかな。ソータは開発されたかった側の人間だ。俺はもう誰にもまだ動きをしてる、触られてる、綺麗なままで。ソータ開発済み決定。お前メニュー選んでいい。じゃあ俺はね、小田和正です。おう、いや来たら熱いよ。来たらって弾き語りが始まるもんな。時を超えて君を愛せるか。時超えすぎてますね。さすがに年齢差ありすぎますって。アミチ20歳でしょ。アミチ20歳。カズマさんも70とかでしょ。50年の時超えて君愛そうとしてんの。さすがに無理あるよ。いや正直、小田和正が一番低いんじゃない。一番低い。絶対これ。だって絶対にあのトップがサラでしょ。なんもないやつでしょ。サラで小田和正でしょ。まあそっか。まあ揃ったんでね、それぞれの対抗馬がいて、で一応ね相手のね管理とかも全部やっていくんで、まあそのマネージャーとかも一緒にやってもらって、総勢14人をね一斉にここに呼び出します。じゃあどうする？勝ったやつが飯おごりとかにする？あーそうな。うわー順位つけようぜ。なんかその全くまず来ないが最下位で、まあ来たら結構いい、うん、そっから近づいてって、ね、勝てるかで、生き残りの時間で、生き残った順番、順番とかで、来なかったら最下位で。じゃあもうあとね10分ぐらいで、一応集合時間はあと15分ぐらいなんでね、一回待機しましょう。はい、はい、ということで今持ち場に着いたんですけど、はいはいはい、もう早速来てます。もう来る時間なんだよね。もう来てる。集合時間はもう過ぎてるわけよ。で今多分白 T のやつがこっち歩いてって謎に止まってあっち行って、でそこでなんか手洗って向こう行ったんだけど、多分もう来てます。多分特徴的にはかける、かける、うん、そうだよね。あれかける誰もベッドしてない、してない、かけるノーベッド、誰もやばいベッドやね。多分誰もベッドしてないやつが多分最終的にあれ絶対かけるやん。同時に、アツヤ、マネージャーのもう一人が、うん、今、猛連絡してくれて、ね、続々と入場してる気がするぞ。うわ、待って待って、現れたぞ。現れたぞ。あれは完全にそうじゃん。認識外国人じゃない。え認識外国人、認識外国人、いや、あー、インチキ外国人でした。インチキチャイニーズ、インチキチャイニーズでした。一瞬コハク君かなって思ったんだけど近かったですね。コハク君あれじゃん、チャンバラしてる人じゃない。コハク君かわいい、本当にコハク君っぽいわ。5歳児だわ。コハク君チャンバラしてかわいい。コハク君のチンチンだね、かわいいもんだ。
確かに。あの多分女風呂入れるレベルのチンコしてる。サイズでわかるから。画像でわかるから。そうだね。あんなでっかいチンポのわけない。隆起してるのか。隆起してる。あ、そうだ。送られてきた14人は全員隆起してました。さすがにね。パンプアップしてるよね。全員パンプアップしてました。ちょっとあれ映してる。映してる。あれ映してる。ロッククライミングとかって現れる。誰？え、伝説のロッククライミング。どんなに荒い岩でも登れる。知らないロッククライミングとかしていないんじゃない？いや、うわ、会えんだ。あ、すごい。垂直のプラスチックみたいなの登れる。ローションとかでも掴む。人じゃない。買えるやん。ローションとかもこうやって掴みながら登ってくる。うわ、いた。誰があれか、ボスニーヘレスゴミナかとか。どれ？あれ。あ、あれ。あ、ボスニーヘレスゴミナ。作ってるよ。作ってるよ。いるいるいる。アンドララベリア、王道だよね。いや、違うんじゃん。適当に作るの作りゃいいと思う。うわ、なんか、いろんな人がいて面白いな。あれはあれだな、ポジティブなイノシシでしょ。ポジティブな。普通にポジティブなイノシシ。あれはただのポジティブなイノシシ。肩ぶつかっただけでイメージから始まるやつ。ジャージーがですね、ジャージーじゃなかったら怖いから注意離れとかやる。あ、道戻ったんです。ここら辺いるかもね。ジャージー。警戒心高いね、ジャージーは。はいはいはい。あの、1個、速報が入りました。はい、ピンコたちの集まり脱落。え、誰かいたの？僕です。お前かえ、ピンヤズ、ピンヤズ脱落。ピンヤズどうした？ちょっと今速報が入りまして、はい、連絡取れない。あ、もう、はい、連絡取れない。完全連絡取れない。あ、ブッチってこと？ちょっとお前面白さに走りすぎたわ。いや、多分今賢者タイムの東になってる。もういいやってなって、ユーザーネーム変えてるってこと。うわー、性欲が忘れちゃってるわ。あの、でも家で作ったりとかして。いや、そう、ピンコたちのまんまアミチの子に来てくれればなんだけど、家で自分で自己解決しちゃって賢者タイムの東になっちゃった。賢者タイムの東だわ。やられたか。じゃあ俺も負けやな。まあ、ピンクダチのヨーズで我慢してよ。我慢できないです。ピンクダチのヨーズ誰も知らない。わかんない。その賢者タイムのアズマが終わってさ、もう一回性欲が湧いてきたアズマの頃。あ、確かに。再度ピンクダチになったアズマ。最後ピンクダチになったアズマ。ああ、俺ワンチャンまだあるわけね。うん、やっぱ諦めきれないかったアズマ。そう。奇跡が起きるかもしれない。でもヨロツが今ジャジーとタツヤってなんかこうして。ジャジーとタツヤ。はいはい。タツヤは変身構図。ジャジーが今近くにいるっぽい。じゃなかったら怖いから離れてるところにいる。警戒心強めね。ジャージー一回通話、ジャージーが通話したいって言ったからさ、その音をさめっちゃ切ってさ、電波悪いんだよね。で電話したみたいな。はいはいはい。でちょっとめっちゃ見て探して電話かけて、俺ら無言で行って、電波悪い。切られてるやん。途切れ途切れだけど、ちょっと声聞こえてるよみたいな。Wi-Fi のね。でも、一番奥怪しかった、あの真っ黒。また電話来てるわ。もうやめてよ。はしゃれ気分。はしゃれ気分。アンシャンレジーブ言っちゃってるよ。え？アンシャンレジーブ。ちゃんと、はっきりとアンシャンレジーブ言ってる。言ってる、言ってる。バレるって。ピカソの本名言っちゃってる。ピカソの本名を羅列できても、ピカソの本名言っちゃってるから多分バレる。バレる。おー、まあ、アンシャンレジームのせいやん。もう絶対ピカソ。前さピカソだ。ピカソのせい。絶対ピカソだ。マジかよ、マジかよ。なんでバレてんの。なんでよ、余計なことすんなよ。やっぱピカソの本名が長すぎたか。にしてもやっぱ、お、待って、絶対あるよ。来て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 来
焼き芋の可能性は高い。デニムって言ってたから、デニムいっぱいいるからちょっとむずいんだけど。待って、なんか玉浦が動いた、玉浦が動きましたよ。一瞬に動いてるやつ。いや、待って待って、動いて動いて動いて。黒、オールバックス、焼き芋がデニムで、オールホワイトが玉浦筋だろうかな、今3人か。で、ジャジーがそろそろ来そうだ。ジャジーをあそこの目の前に。やばいやばい、全員集まる。オートライン化できてます。全員集結する。待って、誰だっけ。お前はもう脱落じゃないか。いや、だからまだ。そこか。ピンク立ってます。ピンク立ってます。もう一度ピンク立てばいい。ピンク立てばいい。で、なんとここで誰もベットしてないっていう状態。すごいわ。最悪だ。やばいな、俺ら見る目なくなった。見る目ないわ。全然見る目ない。同時にさ、手振ってるか。同時に手上げとってよ。いやー、マジか。ミヤミと玉浦の2強か。悔しくない？ミヤミ。ミヤミ手上げて、ミヤミ手上げて。ミヤミ手上げて、ミヤミ手上げて。ミヤミ手上げて、ミヤミ手上げて。ミヤミ手上げてるわ。恥ずかしい。しかも、スマホいじりながらっていう、あんまり周り見ない。気にしてませんよ。みたいな。うわー、気持ち悪。性欲ってすごいな。すごいわ。うわ、2人か。なんか悔しいな。14位いたのにさ。でも、実際結構2人来たんじゃない？あ、結構、まあ結構来た。いや、わかんない。だから、ここフラッて来て帰ってるだけやから。本当かわかんないんだけど、多分ガチの本当のやつは5人くらいは来てるんですけどね。で、5のうち今残ってるのが2人だから、ちょっともうどうする？アメチ到着する。そうね。あ、待って。みやび、みやびだよ。あれ、みやびだよ。うわ、待って、みやびだって。帰る帰る帰る。みやび帰る。帰っちゃうわ。まあ無理か、まあこんぐらいだと思うよ。待って、みやびの背中が重いな。うわ、みやび帰ってったか。みやび帰ってったな。たまらいいよね。たまらいいです。たまら、俺も正直アミチ上げてもいいなって思ってるけど、かっこいいっしょって。俺はもうたまら優勝でもアミチでいいかな。うん、もうこれ以上現れないギャップ。これ以上ないね。お、待てよ、ほら帰っちゃったじゃん。たまらよ、呼び止めてる。たまら、うわ、たまら帰ってる。え、玉浦帰ってない？玉浦めっちゃ切れてるわ。え、もうめっちゃ切れてるわ、玉浦。玉浦？え、玉浦呼び出した方がいい。呼び戻した方がいいでしょ。玉浦来てるねー。返信来ない？うん、もう来ないわ。宮城くんはもう帰っちゃったね、さっきね。で、宮城は帰った。帰ったね。帰った。小涌くんまだワンちゃん来てない。小涌くんさっきのチャンバラではないんだったら、うん、まだ来てない。じゃない。じゃあ来てない。じゃあ来てないわ。で、あの、開発には帰った。誰？開発済み。開発済みね、いない。誰かまだ来てないの？いないし、連絡も取れてない。あとは、小田和正がまだ小田和正はね、結構まだだね。来るって言ってる。で、ジャジーがまだ中ブラリンね。ジャジーは中ブラリン。ジャジーが通話したがって、通話したがって。もう終わりやん。性欲弱。こんなんじゃね、アミチ捕まんないですよ。いや、俺も正直さっきの玉浦追っかけて、まあ、アミチもうぶつけるがいいんじゃない。もう諦めたからいいんじゃない。えもう諦めてるから。いや、でも一応最後まで残ったのは玉浦だったから。え、あれ違う。あれっぽいけどね。あれっぽいよな。一応、今千代と小田和が来る可能性はワンチャンある。小田和はもういないんですよ。小田和はワンチャン来るんじゃない。小田和白 T ね。白 T の小田和。小田和今、あ、でも来ようとしてるわ。あれ、ワンダまだ入ってついてるとは言ってるけど、変にボッチになるくらいだったら俺が犠牲になってさ、沈没するよ、アミチ。え、あれそしたらあれ小田和じゃない。絶対あれだ、絶対あれ。本当に？え、沼田側ではない。いや、違う、白 T で。あ、マジで？まあ、小田和だわ。小田和だ、小田和だわ。連絡取って、今編集来てる。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 今絶対座ってるわ。じゃあ、小田和だ。絶対や。え、これ小田和？小田和？アミチ来た、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 アミチ来た。緑のスカートにグレーの。え、待って、じゃあ小田和が優勝、優勝ってこといいの？いや、小田和、いや、小田和がもう最後の抜き交わしすごくない？あ、いや、運が良かったと思う。え、どういうこと？もう、何？玉浦とかはいいの？じゃあ、小田和と誰だっけ、別として。はいはいはい。お前か。俺です。え、お前優勝？いや、分かった、まだ意味が分かんない。声かけろ、声かけろ。本当に小田和だ。いけ、抜き交わせ。あれ、ガチ小田和？声かけたらもう小田和だよね。吉田優さんでーす。いや、うまいなおい。あ、挨拶あ、
挨拶。次がうるさいですけど。行きます。せーの、パワー、吉田伊代。ちょっとね、今回は間違いでちょっとアディじゃなくて吉田伊代ちゃん呼んじゃったんですけど、あの本当にこのためだけに来てて、あのこのだよね、はい、ここが期待しているって中村クラブだけだけなんで、ここまで大物したらいけないんですけど、まあ、ちょっと今回吉田伊代ちゃんね、 YouTube でやってる、 YouTube と、TikTok、Instagram ね、概要欄に貼ってるんでね、フォロー絶対よろしくお願いします。よろしくお願いしますよ。せーの、どっこいしょー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 、ソーラン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 、どっこいしょー、どっこいしょー、どっこいしょー、ソーラン。